ブーマンパンの、オープニングセレモニーを始めたいと思います。よろしくお願いします。ではまず順風満帆の、運営会社である合同会社エッチャーの代表を務めております石川と申します。よろしくお願いいたします。もう、まあ、今はですねこの宿見てお分かりの通りちょっと泊まれる宿泊設備が最低限のものしか今ない状態ですので、2年生に会社を引き継いで、ゲストこれから訪れてくる多くのゲストの方々と共に、素敵な宿を作り上げていけたらいいなというふうに思っております。でまたあの近隣の皆様や今までご協力いただいた皆様にもこれからも、ちょっとご協力いただきまして皆さんで素敵な宿を作り上げていきたいなと思っております。新代表の北井チケットです。今日この日を迎えることができて大変嬉しく思います。そんな4年生ももうすぐ卒業してしまいます。なので私たち2年生が、主体となって、このゲストハウスプロジェクトを運営していく形になりますが、地元とつなぐこのコンセプトをもとに、外国人観光客と、地元の方々をつなぎ、最終的には小樽市全体が発展できるように、全力を尽くしてまいりますので何卒よろしくお願いいたします。この家なんですけれども、実は言うと安倍建設の旧会長であり私の祖父でもある安倍徹の家でして、実は言うと最初ですねこの話をする直前まで解体しようと思っていたんです。でところが江頭副学長から、お話をいただいて、初代生がゲストハウスをやりたいと、こういった若い方たちがゲストハウスをやるということで、私自身本当協力したいなというところから始まったのが、前提です。で今回無事こうやってオープンできて本当若い方たちが本当、頑張って、形になったことを、私自身非常に嬉しく思っております。でもここ客室なんですけどこのような形でテーブルを出してパーティーみたいな感じもできるのでいろんな使い方があるかなと思ってまして、外国人の人もそうですし地元の方々と一緒にこう盛り上げていきたいなと考えております。あまりこう宿っていうのは外部の人がこう出入りできない状況ではあるんですけれども、こうできるだけ多く の, この地元の方々っていうのをここにこうお呼びして一緒に何かをやって一緒に盛り上げていきたいなというふうに考えております。でしょうか。それではお願いします。